昔ちょっとねいろいろあってお世話になった、まあ、会社の役員さんが僕知り合いにいるんですけどでその方がね、まあ、今もたまに会うことがあるんですけど、まあ、大体飲んだりとかしてるんですけど、ね、その時はでその時になんか毎回ねあの怖い話が結構好きっても怖い話が好きっていうか多分怖い体験をしに行くのは多分割と好きなんだと思うんですけどまあどこどこの心霊スポット行ったんだよとかね昔だけどなってもう今は行かねえけどとか まあ言いながらいろいろねあの自分の体験した話とかまあなんか人から聞いた話とかもいろいろしてくれる人なんですよ。でその人がねあのまあ一応ちょっとその人のこと仮にね日下さんとしておこうかなと思うんですけどその日下さんがねあの体験した話なんですよこれって。でその彼がねまだ小学生ぐらいの頃の話なんですけどあのその日ちょうどね あのお盆の頃だったんですよ8月の中頃っていうんですかねで家に一人きりだったんですよで家族がみんな出かけててたまたまなんか一人だけで留守番したらしいんですよねでやることなかったもんだからあのリビングでテレビつけてボーっとそれをねこう放送でつきながら見てたらしいんですよでしばらく見てたんですけどなんかね面白くなくて「あもう飽きたなーもうテレビもいくかなーなんて思ってリモコンにスッて手を伸ばしてね 消そうとしたんですよテレビをその瞬間に自分のすぐ後ろで「<laughs> っていうなんか音が聞こえたんですよねえっと思って振り返ったんですよそしたらそこに「がいたんですえっ、ー!」と思うかもしれないですけど 自分が、ね、ベタンってね地べたに座っている自分の頭の位置よりも高いぐらいの高さの対抗のねあるものすごい大きい虎が自分の真後ろにいたんですよでもうこっちをにらみつけながら「っって言って言うわ!」って言ってもう叫び声を上げながら倒れたところまで覚えてるらしいんですけどもう、まあ、そこからパターンと記憶なくてたぶん 起用しちゃったんだろうと気絶しちゃったんだろうっていうふうにまあ本人は言ったんですけどまあそれでもう次ねうって気が付いたらもうお父さんにバシーン戦いながら「おいどうした?」って言って言われてて「はあ?」って言って目が覚めてでなんとか大丈夫だったんですけどまあでももちろんねそんなところで降ったね見たところで虎なんかいるわけないですけどねでまあお父さんとお母さんにも「とととと虎がいたんだよ」って言って「うわ!」って言ったんですけどまあもちろん信じてもらえるわけもなく。 で結局そんなことがあってねただまあその時もなんかね自分がバターン倒れちゃったってのもあるからたまたまなんかねう海行ったりとかね遊んだりとかずっとしてたんで疲れが出たのかなぐらいの後、ね、になって思ってもまあそんなもの見るわけないでしょっているわけないんだからと、まあ、割とねリアリストな、まあ、草加さんはそう思ったらしいんですよでそんなことがあってそれからまただいぶ経つんですけどその日加さんが、まあ、大学生くらいの頃の だと思うんですすけどバイトししたらしいんですよでよ、あのー、そのバイトがね、まあ、居酒屋のバイトだったんですけどその時の同僚のねあの人でちょっと年上の先輩のね男の人がいたらしいんですけどその人が「まあ、実はすごい見える人だ」って言うんですよね。見えるっていうのはまあ、あのーまあ、霊とかっていうよりどっちかっていうとこうオーラとかね。 運勢とかそういうのが見えるっていうような人だったらしいんですよね。でまあその時ね草下さんは聞きながらいやいや眉つばれしたそんなのと俺はそんなの信じねえなと思ったらしいんですよ。でなんとなくそのバイトのね休憩中かなんかにそのねあのちょっと年上の先輩の人と話をしててわ、ま、って話したら。 まあ、いや僕前も言ったけどさ実は見えるんだよねみたいな話をされたもんだからああそうなんすねなんて適当な合図字打ったらしいんですよそしたらふって急にねその先輩が、まあ、草加さんの方をこうやって見るんですよえなんだよなんだよって思ったら「あっ」て言うから「えなんすかなんすか?」って草下さんを聞くといやもしかしてさか後ろに動物いない って言うんですよ「えっ?」て言ってふって振り返るんですけどまあいるわけないんですよねそこはただのねあの従業員の休憩スペースですから「いやいやいないですけど」って言ったら「あいやごめんそうじゃなくて」多分君のね後ろについてる人多分人間じゃなくてね動物なんだよね」ちょっと見た感じわかんないんだけど多分結構大きい動物なんじゃないかなっていう思うんだよ って言ったんですよ。ああ、後ろに付いてる動物。まあ、守護霊みたいなやつかななんて思った瞬間にふって思い出したんですよ。その時に思い出したことが、さっきのその小学生の時に体験した後ろに捕がいてうらーってうなられたっていう。あの体験だったんですよ。実はそれまでその話一切覚えてなくて。 その先輩に「後ろに動物いない?」って言われたからふっと思い出したんですよ実はだからさすがにその時に日下さんは「あれこれもしかして本当に俺の後ろには虎がいるのかな?」ってちょっと思ったらしいんですねとは言ってもまあまだ信用できないなと「いやいやそんなわけないだろうと」とまあ思ったそうなんですよただそれからね 彼が社会人になってねまあその居酒屋で働いてた縁もあってまあ外食系のねあの仕事をしていったんですよでまあなんかどういう仕事をしてたかっていうのはちょっと僕も詳しくは聞いてないんですけどその時のお客さんの一人になんかネパール人の人がいたらしいんですよねでなんかまあもそのネパールに住んでて日本にやってきてインド料理屋かな まあネパール人がねインド料理やること結構多いらしいんですけどまあインド料理屋がなんか開いててでそこのまあオーナーさんだったらしいんですよ。で結構ねあのうまく仲良くやっていてでなんかもう本当に講師ともにちょっと付き合いがあったみたいな感じだったらしいんですけどそのネパール人の人がねいや実はあの身内に占いとかできるやつがいるんだよとネパール人のね身内にいるんだよと。 だからもしよかったら君も、あのー、ちょっと占ってあげるよと特にお金は取らないからさって言ってくれるもんだからまあまあね一応いい関係を築きたいってねお客さん,なんですからいい関係を築きたいなっていうのがあってああぜひぜひって言って草加さんはまあ話を聞いたらしいんですよそしたらねそのネパール人の占い師の人まあ女,女性の方らしいんですけどスッてやってきてふって見た瞬間に っって笑ったんですよね、急に。えって思って「あなんかなんかありました?」っていうふうに聞いたらふフふって笑いながらいやちょっと今背中のところねところからスッてシマシマしましまの尻尾が見えたものだからきっとあなたの後ろには虎がいるんじゃないかしら って言われたんですよでまたあーってなって「いやーそれ昔言われたことあるんですよ」学生時代にちょっとバイトした時の先輩が「そうねなんか動物がいる」って言われてであと小さい頃にも「俺虎見たことあるんですよ」でまあね見たことあるって言っても本物じゃないんですけどすぐ後ろにいてぐるってうなられたからうわーってびっくりしたんですよっていう話をしたら「うん、そうよ」でその虎は、まあ、あなたのことを守ってくれてると。 まあだから、えー、まあ、虎に守られてると思いながら、えー、行きなさいっていうふうに言われたらしいんです。うわ、そっか。俺、そういうふうに守られてんのかって、まあ、草加さんもその時思ったらしいんですよ。でそんなことがあって、彼は、ね、いろいろあやかってねあの、例えばスマートフォンとかの待ち受けとかも虎にしてますし、パソコンのねあの、デスクトップの画像とかも虎にしてるらしいんですよ。ちょっと僕もあんまりそれ見たことないんですけど。 まあスマートフォンのやつはもう立派な虎がこっちを向いてね佇んでるみたいな感じの,あの写真を使って「いやーだから俺虎って縁起がいいと思ってんだよね」って言ったんですけどねでちなみにこの話まあねただ不思議な話っていうだけじゃなくてまあもう一個ねあの実はあってこれも後になってから「そういえば?」っていうふうに言った話なんですけどその草加さんがね大学生の時に就職活動をしたんですよね でまあそのうちの一つにねもう今インターネットのねあの授業とかでも日本ではもうトップクラスのもう超有名な、えー、野球の球団を持ってるねあの有名な会社があるんですけどそこの会社に面接に行ったんですよで面接があって上がってってね、まあ、最終面接なのかな多分、あのー、だと思うんですけどそこのね社長さんまあ有名な方ですけどね、えー、その社長さんと初めてこう振って で対面しししたたにってらしいんですよそれ何かっていうとその社長さんの後ろに竜がいたらしいんですよいやもちろんあの竜ですからね本物の動物ではそんなもの存在しないですから、まあ、架空の生き物ではあるんですけど妙に生めかしい本当にあの見るからに竜っていう竜がいたらしいんですようわっ,って思ったんですよね でももちろんあの面接は自分のね魅力を一生懸命伝えたりはしたらしいんですけどその竜のオーラがうわってすごくて聞いてる間もねその社長ももちろん眼光鋭いんですけどその後ろからの竜のオーラがうわってきてるもんだからうわ,うわうわうわってちょっと飲まれるような感じだったらしいんですよ。で結局まあわかんないちょっとその話あの深く聞いてないんでなんだろうあの合格したのかどうかっていうのはちょっと聞かなかったんですけど。 まあ、そこの会社内には行かなかったらしいんですけどねただまあその日下さん曰く俺は虎を飼ってるけども俺以外に動物しかもあの架空の動物ね竜なんて飼ってる人は俺初めて見たけどまあなんかオーラかなんかななのかねあれは他にもそんなのが見えるっていう人いんのかねっていうまあ言い方はしてました まあ、そんなちょっと不思議な、えー、話です、えー。以上です。